果を出したいという気持ちでした。なんとか、ひっくり返すつもりで、みんなやってましたし、まあ、その結果がね、いい方法出たんじゃないかなと思います。あとアウト1つで黒星となってしまう場面で貴重な1本が出ました。チャンスであの一打が出る秘訣は何でしょうか。いや、わかりません。チームが非常に厳しい状況の中ゲームを行うことができました。今日のゲームに関してはどのような思いでゲームに入ったんでしょうか。そうですね、試合に出れないメンバーの分も、今出れるメンバーで、頑張っていこうと監督から話がありました。みんな一つに戦えたのかなと思います。最後にホークスファンに向けてメッセージをお願いします。はい、久々の試合で勝つことができたので、明日も全員で一つになって頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。